片付き4大ヒロインにも負けていない片付き4大サブ、ヒロインのヤバさ。今回の動画では、最近アップロードした片付き4大ヒロインの影に埋もれてしまった、片付きサブヒロインのヤバいところを紹介していければと思っております。4大ヒロインほどではなくても、それぞれ人気が高いキャラクターたちですからね。ということで、前置きはこのくらいにして本編行きましょう。片付きサブヒロインのヤバいところ。クオンジアリス、魔法使いの夜。魔法世のサブヒロインといえば彼女しかいないでしょう。魔術刻印がヤバい。魔術刻印とは魔術に携わる家系が代々育て、脈々と受け継がれてきた集大成。魔術師としての性の全てが集約されたもの、魔導書と比喩されることもあります。片付きにおける魔術師にとって、魔術刻印とは命と同等、いえ、命以上に大事なものです。例外はありますが、歴史が長い家系ほど魔術刻印の量が増え、多ければ全身にまで及ぶ場合もあります。クオンジアリスは第一魔法の成立とも関わりが深いと思われる魔女の系譜であり、正統後継者とも言える立場にある魔術師です。おそらくその歴史は紀元前まで遡るのではないでしょうか。アリスの体には膨大な量の魔術刻印が刻まれており、その範囲は全身どころか、骨格、内臓にまで至ります。フェイトでは実力派の若手で知られるとおさか家の当主、リンでも左前腕部を覆う程度しか魔術刻印はありませんからね。アリスの魔術刻印がどれだけ多いのか、ある程度は想像がつくのではないでしょうか。余談ですが、同じくフェイトのイリアスフィールの全身で輝くのは魔術回路であり、魔術刻印とはまた別です。プロイキッシャーがとにかくヤバい。魔女から受け継いだプロイキッシャー、通称プロイと呼ばれる使い魔。分類上は魔術のはずなのですが、魔法以上に魔法に近い、と言われるヤバい代物です。それゆえに、アリスのヤバいところはプロイキッシャーに集約されていると言っても過言ではありません。彼女の力の全てとまでは言いませんけども、8割くらいがそうなんじゃないでしょうか、クオンジアリスとプロイキッシャーに関しては、個別で紹介しているので詳細は省かせていただきますが、魔法よりもヤバいかもしれない魔術だと思っていただいて問題ありません。その中でも特に、初代の魔女から受け継がれているグレート3がヤバいです。このグレート3に対抗するなら、千年クラスの神秘が必要になると言われています。千年クラスとなると先ほどお話しした第七聖典とか、ロンゴミニアドとか、宝具級の品物ですからね。つまりアリスと戦うなら宝具を用意するくらいが妥当ということになります。このプロイキッシャーはグレート3でなくとも全てに初代ブリトマートがまとっていた、伝承防御が付与されているので、現代兵器はそもそも太刀打ちできません。ではそんな宝具級のプロイキッシャー、グレート3を簡単に紹介させていただきます。テムズトロル。千年クラスの神秘を重ねた、世界屈指のゴーレム。特殊な能力などはありませんが、ひたすらに大きく、丈夫であるというだけで十分な脅威です。そのサイズはキロ単位と思っていただければ大体合っています。橋が擬人化されたプロイキッシャーであり、召喚時には自然に流れている川が必要になります。特殊な能力がない時点で、グレート3の中では比較的おとなしめな性能のプロイキッシャーと言えます。弱点は本体である宿女のフィグア。これを壊せば停止します。フラットスナーク。主な能力は、童話世界の再生。濃密な魔力を含んだ緑の霧を吐き出し、結界内で捨てられたもの、忘れられたものを童話的に蘇らせます。作中では遊園地という童話の世界との相性が良い場所で使用され、青子とペットを苦しめました。遊園地で発動されたその力は、遊園地全体に広がり、数々のアトラクションや売店、マスコットキャラクターたちを変貌させていきます。クリーチャーと化した観覧車、ジェットコースター、人型パン、などなど。正体不明とされる本体は緑色の油であり、アリスは小瓶状のフラスコに入れて持ち運んでいます。特性上、フラットスナークは常に視界に映っている必要があり、権限時は夜を被膜にして空に浮かび、月に擬態しています。通常であれば霧と雲で姿を隠すのですが、遊園地の戦いではアリスの意向で、ヒントとして姿を見せていました。ワンダースナッチ。詳細不明のプロイキッシャー。アリスと青子、珍しく二人でおデートに出かけた帰りの地下鉄。そこで二人は30体の自動人形に襲われ、
それに対処したのがワンダースナッチでした。霧が発生した後に、特に苦もなく自動人形を咀嚼し尽くしてしまったため、このプロイキッシャーがどういう性質を持っているのかわからずじまいです。グレート3の一つであるため、強力なものであることは間違いありません。本編開始半年前の青子との殺し合いに使用されたプロイキッシャーでもあり、青子をオーバーキルした張本人です。青子はそれがトラウマになっているのか、ワンダースナッチを見るとちょっと引きます。あの青子が引くぐらいってやばいですよね。FGO のワンダースナッチ、がやばい。青子曰く今まで誰も打ち破ったことのない、アリスが本気の時に使用するグレート3。これまではジャバボックタイプと毒爪と影フォームがあるとされていましたが、今回のコラボにてその実態が攻撃モーションで確認することができました。また、ワンダースナッチは宝具にもなっており、魔法よで説明されていた姿とは大きく異なる演出となっています。本来は霧で結界に誘うはずが、アリスの頭が割れた血によって結界へと誘う演出。このワルプルみたいな魔女って弓名の残滓だったりするのでしょうか？アリスはボイスにて顔が弓名に変わる前にと話していますし、先ほども話しましたが、アリスの魔術刻印は臓器にも刻まれていますし、もしかしたら脳にも、片付きにはフラット君やエルゴみたいな前例もあるので可能性としてはあり得るかなと。それか、魔法使いの夜の時のアリスでは認識できていなかった、ワンダースナッチの本来の姿、の可能性もありますね。シエル、月姫。インドから来たカレーの使徒として有名なシエル先輩。ルート的には2番目ですし、作者も認めるナンバー2。サブヒロインとして紹介するなら彼女しかいないでしょう。ひなみざわでも活躍してますし、皆さんも大好きですよね、カレー。シンプルに基礎スペックがやばい。聖堂教会の代行者であるシエルは、肉体的な強度が一般人のそれとは隔絶しています。代行者といえば八極拳的な何かで胸骨を陥没させたり、毒を食らっても効かなかったり、代行者というだけでも強者の代名詞になりかねないくらいですが、シエルの場合はそれには追かけて強力な身体スペックを誇ります。なんせ通常の人なら肉弾戦だけでも対応可能というレベルですからね。より具体的な数字を出すと、シエルは50トンのパンチを放てるんだとか。リアルな話、優秀なヘビー級ボクサーで1トン前後のパンチ力らしいので、その50倍ということになります。ヘビー級ボクサーのパンチが直撃すればプロでも内臓が破裂するような威力だと言われているので、シエル先輩のパンチなら人体貫通くらいは余裕でしょうね。一般人が豆腐を砕くくらいの感覚でぶち抜いていきそうです。というよりも、そもそも一般人類のパンチに例えることに無理があるのかもしれません。車の事故でも時速40キロで2トンくらいの衝撃らしいですからね。そこはかとなく特撮ヒーロー地味たパンチ力のインフレを感じます。あとはシエル先輩の魔力についてですね。シエルの魔力は一般魔術師の100倍の貯蔵量、に一般魔術師の250倍の生成量と言われています。それは平均的な魔術師の魔力生成量を20とした場合、シエル先輩の生成量は5000に届くそうです。こんなにも魔術の素質があったらロアに狙われてしまうのも無理はありませんね。ちなみに、トウサカリンの魔力量が一般魔術師の10倍かそこらで十分に天才的なのですが、シエルの前では霞んでしまいます。この素質はロアの転生前からのものなので、ロアが転生していないフェイトの世界でも、シエル先輩は優秀な代行者になっているそうです。不死身ってやばい。シエルにとっては非常に不名誉なこととは思いますが、ある事件によって彼女は不死の体を手に入れています。その事件というのが、魔術師としての才能が高すぎたために、ミハイル、ロア、バルダムヨーンの17代目転生体に選ばれてしまったというもの。状況的には体を乗っ取られていたようなもので、当のロアは討伐されたのですが、本体とも言える魂には逃げられ、この時シエルの体は解放されたものの、魂の方が半分ほど囚われたままとでも言えばいいのか。魂のラベルがロアになった状態のままとなってしまい、ロアの魂が死なない限りはほぼ死ぬことがない、不死の体となってしまいました。ただ、元ロアということで聖堂教会からは実験体のような扱いを受け、ありとあらゆる殺され方をされた上で蘇生し、その不死性を見込まれて聖堂教会の最高位異端審問機関である埋葬機関にスカウトされ、第7位の代行者となりました。
この境界からの実験によってある程度の攻撃に対しての耐性がついています。ある程度とは言いますが、ブローブの火炎を全く受け付けないレベルとなっています。ある程度のダメージに耐性がある不死身ってやばいですよね。第七聖典がやばい。この第七聖典は1000年前、地上に残っていた希少な幻想種をおびき寄せ、呼び水となった少女ごとかまどにくべることで神鉄を錬成し、経典として組み上げられた概念武装で、人為的に作り上げられた奇跡の具現。断罪師をはじめとした、人間が背負うであろう死の要因があまねく記され、神鉄はその固有振動でこれを戒める洗礼を栄称し続けています。リメイク前は大使と用概念並走で、当人の身の丈ほどもあるファイルバンカーで、リメイク後には外見などなど大幅な設定変更が行われています。特に大きく変わったのが、第七聖典は6つの武装で構成されている。第七聖典は7つのシーンを内包する。という部分でしょうね。内包するシーンの数だけ姿を変える武装です。姿を変えると言っても変形したりするわけではなく、もともと1つの武装である第七聖典を、それぞれに分解して使用するので、同時に複数種類の武装を使用することもできます。さて細かく話すと長くなりそうなので、さらっと武装、内包されているシーン、について紹介しておこうと思います。第1のシーン、ブレイズ。アサルトライフルの携帯。7.62mm 弾のフルオート射撃が可能。理論は不明ながら、最低でも60分間にわたって連射し続けることが可能で、通常の人であればこれだけで一方的に蹂躙することができます。ケリーが欲しがりそうです。第2のシーン、シック。詳細不明の武装。人に対して効果のある毒をばらまく武装なのではないかと言われています。シックであることを思うと、人から人に伝染するようなものでもおかしくなさそうです。第3のシーン、ブレード。シエルの倍近いサイズの幻想種の骨から作り上げられた巨大な蛇腹剣。27祖の一角にして、シエルの剣術の師匠でもある剣装兵、ゼ譲りの人を殺すための剣術をこの巨大な剣で振るいます。内部にワイヤーが搭載されており、剣でありながら有効射程が30メートルほどあります。威力に関してはシエルが魔力を乗せれば、人たちで戦車すら溶断できるほどです。第4のシーン、ブレイク。詳細不明の武装ですが、第3と第4を組み合わせることでファイルバンカーとして運用できるようです。ちなみにファイルバンカー使用時には、毒治うがつべし、というセリフがあるので、人の血に対して何かしらの干渉を行うような武装なのではないでしょうか。第5のシーン、ロスト。情報がないため、効果どころか形もわからない武装です。情報求む。第6のシーン、ペイン。不穏な名前ですが、防御用の甲冑。ゴーモング、アイアンメイデンの持つ、死ななければ魔女、死ねば人間、という概念を逆手に取り、死ぬまで出られないという特性を、死ぬまで魔力切れまで、壊れないという特性として転用したもの。見た目は上半身が魔種の第二サイリン、下半身はメカメカしくも太ましいものになっています。インナーが白すく水のようになっていますが、こちらも甲冑の一部で超高性能となっており、耐陣、耐火、耐毒、耐衝撃、耐神秘が備わっており、アルクエイドの爪にも耐えています。第7のシーン、パニッシュ。最大5キロという長射程を誇る波状弩級。第7聖典の持つ6つの武装すべてを組み合わせた形態であり、異様な威容を持つ超大型の弓。某モンスターをハンティングするゲームに登場するような弓よりさらにでかい。そもそも第7聖典は動かすだけで術師が10人単位で必要なのに、使用するにはシエルの全魔力を必要とする代わりに、あの神祖の姫ですら打ち倒しうる可能性のある一射を放つことができます。という感じでヤバい武装の集合体みたいなものが第7聖典というわけです。まあ一番ヤバいのはそれを運用することができるシエルで間違いないでしょう。イデアブラッドがヤバい。使徒の頂点、グランドである使徒27層をそたらしめる血液の質。その血を巡らせるだけで惑星の物理法則を塗り替える特異点。イデアブラッド、イデアブラッドとは、27層たらしめる要因であり、逆にこれを継承されていれば、どんな海底であろうと使徒の最高位である旧海底の祖になり上がれるため、王冠と例えられることもあります。能力の規模的には FGO でよく見かける、剣能に近いものなのではないでしょうか。
それで人でもないシエルに何の関係があるのかという話なのですが、これらのイデアブラッドは27層討伐するなどすることで人類でも入手可能で、当然素養は必要となりますが、運用する本人が人である必要もないようです。そしてシエルはそんなヤバそうなものを、3つも持っており、それぞれを魔術として再現しているのでご紹介したいと思います。イデアブラッド7番。苗床祭壇。アインナッシから手に入れた、実りの原理を使用した大魔術。アインナッシとは直径50平方キロメートルに及ぶ吸血植物の森の呼称となっており、数十年に一度、数日にわたって移動しながら無差別かつ大規模な吸血行為を行います。アインナッシュの正体が人の血を吸った吸血植物ということで、どこからどこまでが能力で、どれが生態なのかが微妙なところ。シエルは騎士の傷ではなく、無限の苦痛を与える魔術として使用しているようですが詳細は不明となっています。イデアブラッド22番。旧海底の使徒を封じ込めるために、クロムクレイ、ペタストラクチャの城、すなわち王国、の原理を用いてシエルが開発した。装填意識隔絶型結界。オリジナルの最大範囲は直径30キロにも及び、一つの王国を丸ごと保存していたものでしたが、シエルのそれは対象物を1個、もしくは1種設定し封じ込めるものへと変わっています。オリジナルにはない空間歪曲の機能が備わり、外部と内部の大きさをある程度任意に変更することも可能です。しかも、この大魔術は結界と言いながらも、内部の大きさを極限まで圧縮させることで、超高密度の監獄として攻撃をすることも可能であるとされています。イデアブラッド25番。カルバリア、ガルガリン。シエルが剣の師であったベ、ゼを倒し、そのイデアブラッド、剣、の原理を使用した大魔術。清掃剣に展開し、太陽の光を収束して燃え盛る天使の車輪。魔術によって作られた反射鏡。陣地における最高峰の大魔術。アルクエイドすら感知できない。遠く空から落ちてくる光のギロチン。その長さ50キロ、幅10キロにも及び、着弾までの時間は無に等しく、反応することすら許されずに命中することとなります。この光は質量を伴っており、一度命中してしまえばそこから動くことは叶いません。それどころか、街を地盤ごと切り裂くほどの威力を持っており、地盤変動を引き起こしています。神秘の規模としてはエクスカリバーと同等であり、魔術的にも頂点の一つと言って過言ではない、とされています。かなり端折った上でシエル先輩の話をしましたが、それでも結構長めになってしまいましたね。そう、まるでカレーに多くの種類のスパイスが入っているかのように、シエル先輩は複雑なんですよね。黒刀あざかからの境界。あくまでも個人的な感想ですが、からの境界から両儀式を除いた場合に一番ヒロインっぽいのは、あざかなんじゃないかな、と私は思うんです。時点でトウコさんですけれど、見た目はいいものの実力が高すぎて、ヒロインよりは裏ボスとかそっち方面な気がするのでね。禁断の愛に燃えるあざかちゃんの話にしましょう。兄への愛がやばい。文字通り、兄への愛がやばいです。家族愛、兄弟愛を超えたその愛は、完全に男女のそれ。誤解がないように一応の確認ですが、黒刀あざかと黒刀ミキヤは実の兄弟です。同じ父と同じ母を持つごく普通の家族です。それでも、あざかは兄を愛してしまったんですね。好きになったきっかけは自分でも忘れてしまうくらいのようですが、とにかく兄が好きすぎて、ブラコンの域はすでに超越しています。普通の家族として、当たり前のように一緒に実家暮らししていたのに、このまま普通に一緒にいると妹としてしか見てもらえなくなる、という危機感から、病弱なふりをして田舎のおじのところに養子に行ったり、わざわざ兄と離れて暮らすことを選ぶくらいにはガチです。そこまでやっているのに、当の兄はシキラブ一直線であざかのことなんて恋愛的には、視界にすら入っていません。それはあざかからしてみれば面白くありません。いつかシキを武力で、超えるべく、あのグランド魔術師に弟子入りしたあざかは、虎視眈々と爪を研いでいるのです。彼女の恋が実ることはないのでしょうけれど、あざかなら人の夫となってしまった兄だからこそ、より一層パッションが燃え上がりそうな気がします。兄ラブであり、発火能力を有していることなんかが遠野明葉とそっくり、なんなら見た目もそっくり、ですけれど、それもそのはず、二人は今をときめく青崎青子が原型になっている、
メタ的に言うと姉妹機みたいな関係ですからね。ちょっとキャラ設定が同じ方向に寄っちゃったんでしょうね。魔術の才能がやばい、あと師匠もやばい。魔術の才能というとちょっと語弊があるかもしれませんね。彼女には魔術回路がありませんので。しかし、先天的な属性として発火現象を持っていたため、その発動、制御のために火付けの魔術を習っているというのが実態です。どちらかというと超能力に近いのかもしれませんね。パイロキネシストとしての才能があり、それを魔術的に伸ばそうという試みなのでしょう。まあそれでも魔術回路がない以上は魔術師見習いですらなく、せいぜいが魔術使い見習いといったところ。戦闘能力は学生時代の時点で一般人よりは十分に高いと言えるくらいなものです。その力を支えているのも師匠からもらった人影の革手袋ありきなものですし、式に勝つのは無理そうですね。しかし、師匠があの青崎東子です。あの青崎東子ですよ。グランドが最高位だけど、ほぼほぼ慣れないから実質グランドが最高位、とか言われている世界で、グランドになった魔術師ですよ。そんなお人が師匠なら、あざかが式に勝る時が来るのもありえない話ではないでしょう。問題としては、あの人が師匠として優秀かどうかというところなんですが、理論的な教えのおかげで学校の成績が優秀なあざかならむしろ相性が良さそうです。個人の感想です。ただ悲しいかな。式の方はあざかのことが普通に好きなので、戦ったとしてもせいぜい喧嘩止まりで、まず命を懸けた決闘のような展開にはならないでしょう。あざかルートも気になるところではありますけれど、可能性はなさそうです。浅上藤野の間ガンがやばい。各作品一人ずつピックアップする予定だったので、申し訳ないとは思っています。が、あざかだけではちょっと満足できなかったので、藤野の話もしてしまおうと思います。浅上藤野、通称藤野。FGO の方にもプレイアブルとして実装されるくらいには、界隈で認知されるサブヒロイン。以前ミキヤに優しくされたことがきっかけで、彼にほんのりと恋心のような思いを抱いている女の子です。幼少期に異能を発現し、鬼子として忌み嫌われていました。しかし6歳の頃に、異能を封印するべく大量の薬物投与を受け、痛みとともに彼女の異能は封印されるに至りました。本編はそこから約10年後、高校1年生になった藤野はとある事件をきっかけに痛みを取り戻し、痛みの復活とともに再度魔眼を発現したのです。彼女の持つ異能は歪曲の魔眼と呼ばれるもの。視界に捉えたものを対象の物理的な耐久性を無視してねじり切ることが可能で、魔眼復活直後は、その原因となった青少年たちをねじねじしてしまいました。最終的には式との戦いに敗北するのですが、戦いの最中に透視能力まで開眼してしまい、戦いの舞台となった橋を丸ごとねじり切って落とすなどとんでもない出力を誇ります。遠くから物を透かした上で見た物をねじり切るとか、暗殺に使用したらやばいですよね。事前の対策なしでは熟練の魔術師でも対応できるのかどうか。からの境界内で、殺傷能力の高さであれば式や東子さんに及ばないかもしれませんが、比較されないくらい遠くから、一方的に攻撃できるというアドバンテージを考えると、藤野の能力も十二分にヤバいです。とおさかりん、フェイト、アンリミテッドブレードワークス。アベレージ、1。これは魔術師にとって決して逃れられない才能のお話、例えば魔術回路の量だとか質だとか、その中の魔術師の属性、という部分についての話題です。通常の魔術師は、火、水、風、土、エーテル、の五大元素。もしくは、魚数、無、の架空元素、そしてそれら以外の、その他、の魔術属性の中から一つが、己の魔術師としての属性となっています。この魔術属性は、使用する魔術の得手不得手に影響を与える、魔術師として重要かつ、基本的には、先天的な能力となっています。片月世界という作品の都合上優秀なキャラクターが多数登場するため、稀に、というほどではないものの、複数の属性を持つ多重属性持ちもいるわけなのですが、そんな人たちは才能に満ち溢れた選ばれし者です。その中でも特に、属性面ではこれ以上ないほどに選ばれし者なのが、アベレージ、1、と呼ばれる属性で、日本語表記の通り、五大元素すべてに適性のある特例のような存在です。リン以外で登場しているアベレージ、1が、今のところ、パラケルッス、という英霊になるレベルの魔術師だけであり、
いかにリンの才能がぶっ飛んでいるのかがわかります、かね。実際、アベレージ、1であること自体が凄まじいことではあるのですが、多方面への才能があるからこそ、一つを極めるのには向いていないと言われていたりもするので、ただアベレージ、1であること自体にはさほど意味がなく、複数属性への適性を活かした実績を残すことが期待されている、という方が正確かもしれませんね。ヘラクレスを一回殺せる宝石魔術。多くを語る必要はないと思います。ヘラクレスを殺せる。これなんですよ。まず現代の魔術師がサーヴァントを殺すという時点でちょっとしたいようです。しかも相手はあのヘラクレスですからね。これがヤバいところでなく何なのかというわけです。ヘラクレスは宝具であるゴッドハンドの特性上、B ランク以下の攻撃をすべて無効化してしまうので、少なくともリンは A ランク以上の攻撃が可能ということですね。A ランクの魔術ともなると、高速詠唱ありきで発動まで30秒はかかると言われているので、本来は近距離戦闘で使うのは困難なのですが、リンは、というかとおさかけその他、宝石魔術によってそれを可能にしています。さすがに彼女にとっても切り札と言える宝石を使用する必要があるので、連発はできず、再度使えるようになるまで年単位で時間がかかると思われますが、たとえ厳しい条件があろうとも、あのヘラクレスを一回だけでも殺せるのであれば、その実力の高さは疑うべくもありません。ただ一点、気になることがあるとすれば、それは彼女がまだ発展途上、しかもまだまだ伸びしろだらけであるという点でしょうか。高校生の時点でヘラクレスを殺すことができているとオサカリンが、そのままの勢いで成長したとするならば、魔術師として完成を迎えた時に、一体どれだけのことを成し遂げるんでしょうね。疑似宝石、投影、がやばい。疑似宝石は、宝石魔術の一種ではなく、投影と呼ばれる魔術の応用となっています。投影魔術は、魔術の儀式などに際して一時的な模造品を作り出すものですが、この模造品は数分程度しか持たないため極めて効率の悪い魔術です。疑似宝石はこの効率の悪い魔術を用いて数分しか持たない宝石を投影したものになります。しかし、攻術する技は遠坂凛の魔力を変更させるための触媒として疑似宝石を用いるだけなので、1秒持てば十分でした。その技の名前は、巡る5つの星。最初に簡単に説明すると、あらかじめ5つ、5属性の疑似宝石を背後に投影しておき、宝石の中に展開していた魔術を相手の術式に合わせて起動させ、その組み合わせによって必ず最適な相性の攻撃として繰り出すという反則のようなカウンター技です。やっていることは簡単で、1、あらかじめ5つ、5属性の術式を展開している疑似宝石を背後に投影。2、相手の術式に合わせて一番苦手な魔術式、疑似宝石に魔力を流してぶつける、だけです。この技は魔術の望遠鏡とビーム砲を兼ねたようなもので、一から魔術式を組み上げるのではなく、すでにそこにある魔術式に魔力を通すだけなので、魔術の発動が段違いに速くなります。ただし、この技は本人の属性を投影することで成り立つ魔術であり、アベレージ、ワン専用の術式と言えるでしょう。その理由は、あらかじめその5つの属性を眼前に浮かべておけば、魔力のパターンだけは事実上あらゆる種類を構築できるからです。この技を考案したエルメロイ2世は相性などと言ってはいるが、詰まるところ100度やって100度勝つ、完璧な後出しじゃんけん、と言っており、この魔術のヤバさが伝わってきますね。リンのアイアスの盾がヤバい。投影ついでにリンの笑みやリスペクトのヤバさをもう一つ。このアイアスはリンの周囲に宝石を展開させつつ、己の魔力を練り上げながら、6節の呪文を詠唱することで発動させています。エルメロイ2世の冒険では5枚の花びらを展開させ、2年後のフェイト、ストレンジフェイクデワルビアの思考から7枚の花びらが展開できることが分かっています。ちなみにこの時に使用する宝石には1年分の魔力が貯蓄されているようです。しかも、フェイト、ストレンジフェイクではとある女神のサポートによってアイアスを超えた防御魔術を展開したのだわ。すいません、冥界弁が出てしまいました。宝石剣、ゼルレッチの自作。ごく一部とはいえ、第二魔法を再現する霊装で、これを作り上げることが、とオサカ家がゼルレッチの正式な弟子となるための試験にもなっています。材料などの作り方はとオサカ家に伝えられているものの、技術的に作ることができなかったのですが、
フェイト、ヘブンズフィールでシローが投影することで作り出すことに成功しています。しかし、この投影された宝石剣は桜との決戦で失われている点。そもそもシローが作り出したものであり、と大阪家に与えられた試験とは無関係である点から、試験の合格には至っていないものと思われます。ただしヘブンズフィールルートのリンは、宝石剣を作ることができるようになるとのことで、具体的な経過年数などは不明ですが、正式なゼルレッチの弟子になる可能性があるのかもしれません。ゼルレッチの弟子になる可能性がある、ということがどれほどのことなのか。それを説明するには魔法使いの話題が始まってしまうので割愛しますが、下手をすると世界を崩壊させることができるくらいのレベルが魔法使いといえば、おおよそ想像がつくかと思います。その弟子となり、もしかすると後継者になるかも?という可能性が 0.00001% でも存在するのであれば、十分に才能の塊でしょう。多分に試験を含む感想。魔刀桜、フェイト、ヘブンズフィール。虚数魔術。リンのところで触れた、属性、のお話にもつながるのですが、基本的に魔術師の属性は五大元素であることが多く、架空元素、もしくはその他に含まれる属性に適性がある魔術師は非常に希少です。そんな中で、魔刀桜が得意とする属性は、虚数。どういった条件があるかは詳しくわかりませんが、下手をするとその希少さから、魔術協会によってホルマリン付けにされる可能性すらあったと言われており、その希少性が伺えます。しかし、その希少な虚数属性を持つ魔術師という才能を持ちながらも、聖火であると大阪家では所詮自助であり、時臣パパが良かれと思って魔刀家に養子に出したことで、彼女の才能が活かされることは基本的にありません。ヘブンズフィールルートではライダーの手ほどきを受けることで、多少扱えるようにはなっているのですが、魔術師としては半人前であり、単に魔術師としての腕前や知識だけを見るのであれば、エミヤシローと大差ないという、非常にもったいないことになっています。扱いきれていませんが、虚数属性を持っているだけで才能であれば姉と遜色ないので、それだけでもやばいということで。黒桜。誤解を恐れず端的に言えば、アンリマユと仲良くなった桜、です。厳密には仲がいいとは言えませんが、比喩のようなものです。詳しくは割愛しますが、マキリ流の小聖杯となった桜は、サーヴァントが死ぬたびにその魂を体に宿し、桜という存在が潰されてしまわないように、小聖杯は大聖杯から魔力を引き出します。その過程で大聖杯にあるアンリマユの呪詛を取り込み、桜は理性などを失っていきました。彼女は桜の持つ虚数属性に、魔刀家の魔術特性である吸収が合わさった、生物を飲み込み、妖怪、吸収する、影、を操ります。桜自体が小聖杯なので、サーヴァントに対して非常に有効で、捕獲したサーヴァントは国化させて支配することも可能です。また、大聖杯から実質無限の魔力供給を受けており、使い魔である小人に過剰な魔力を供給することで巨大化させ、単体でも宝具レベルである小人を無数に操ることが可能となっています。かなり早足で話しているため伝わりづらいかもしれませんが、つい数ヶ月前まで半人前だった魔術師がサーヴァントに勝てる、むしろサーヴァントに対して有利であるという異常事態、だといえばヤバさがわかりやすいのではないでしょうか。後語り。というわけで片月のサブヒロインたちのお話でした。冒頭でも言いましたが、サブヒロインの選定は独断と偏見で行いましたので、こっちの方がサブヒロインにふさわしい、などのコメントは歓迎いたしております。反響があれば次回以降もシリーズとして動画化するかもしれませんので、ぜひとも熱いコメントをお寄せいただければと思います。今回の動画は以上になります。これからも片月のキャラ解説や設定解説を行ってまいりますので他の動画も見てもらえると嬉しいです。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。